新入生新社会人の諸君こんにちは、麺黒の深夜です。今日もみんなが3度の飯よりも好きなルックブックの時間がやってきました。 K の身長体重はこんな感じ。まあ要するにバカ。はい、行っていきましょう。まあ、暖かくなってきたんでね、ヒートテックとかはもう着なくていいかなということで、もう最低限のねの布でオープニングはお送りしていこうと思います。ところで皆さん、簡単におしゃれになる方法って何だかわかりますか？そう、トレンドアイテムを着るっていうことです。ということで今回のルックブックの主役はこのイエローのカーディガン。トレンドのカラーとアイテム、その2つをね合わせ持つととんでもない威力が発揮されるということをね、皆さんに今日はお見せつけようと思います。それでは行ってみよう。まずは1コーデ目。1コーデ目のパンツはね、これもまたトレンドアイテムであるデニムパンツ。上も下もトレンドっていうね、もうこれは絶対に似合わないわけはないような気もしますが、どんな風になるんでしょう。上に羽織るのは白シャツ。まあカーディガンがね結構派手な色味をしてるので、インナーはシンプルに揃えた方がね似合いやすいなとは思います。さあ、その上からもう上にねさらっとカーディガンを羽織ってしまいます。このままだとね本当にシンプルなコーデになっちゃうんで、ファッション YouTuber の意地をかけて足元にはねちょっと変わったベージュのね革靴を履いてタクインしたら完成です。トレンドとトレンドのね相性の暴力と言ってもいいんじゃないでしょうか。中学生の頃にね納豆と卵とご飯の組み合わせに気づいてしまったあの頃の衝撃が思い出されます。さあ、そしたら次は2コーデ目に行きましょう。いやん、2コーデ目はね少し大人っぽい感じのコーデにしていこうと思います。上に羽織るのはねまだまだ春でも現役のタートルネック。そしたらもうその上に黄色のカーディガン羽織っちゃいます。下を履こうね、まずは下を。そしたらね次に出てくるアイテムは漆黒の翼ならぬ漆黒のセットアップ。さあ、何やらね股間を押さえてますけれども、何が楽しいんでしょうか。さあ、そしたらねジャケットの方を羽織っていきます。はい、なんか大人っぽくなっていきましたね。こうなったら足元の方に履くのはね革靴ですね。こちらはローファーですね、カンペールさんです。はい、バチコリ履いたら完成です。イエローのカーディガンをねジャケットのインナーに使うことで差し色として着かしたコーディネートですね。大人っぽさの中にね確実に遊び心があるんで、これはねおしゃれさん認定間違いなしなんで真似してください。はい、そしたらね3つ目のコーデに行きましょう。3つ目に使うのはシャツですね。オーバーサイズ目のストライプシャツ。そして足元に着るのは、足元に着るのはじゃねえや、パンツはトワロニエのトラックパンツ。とっても縦線を意識したコーディネートになりそうですね。上からカーディガンを羽織っていきます。足元には今回はシンプルな革靴を履いたら、はい完成。ストライプシャツにトラックパンツっていうね爽やかなコーデにね黄色のカーディガンをぶち込むことによって一気に華やかおしゃれさんになります。さあ、4つ目のコーデに行きましょう。先に説明しておくとね、こっから3コーデぐらいはねモノトーンが続きます。みんなが持っているであろう白黒ねアイテムにもしっかりとイエローカーディガンがね合うってことを証明していきたいというね、彼の意思なのか、それともはたまた怠惰なのかはさておき、イエローカーディガンを羽織っていきます。黒のスウェットにパンツは、これはフレアパンツかな、黒くてわかんねえや。足元に履くのはコンバース大学のランスターハイクちゃん。こちらユッキーに土下座して借りてました。自分で金払ったみたいな感じで X 紐を結んだら完成です。モノトーンなカジュアルスタイルの中に差し色としてイエローカーディガンを投入しました。インナーのね白シャツがちょっと見えてますけども、これはねこれでいいんです。春はねこうちょっと見えてる方が重くなりすぎない、メンヘラになりすぎないっていうねテクニックですね。オラ。さあ、続いてのモノトーンコーデを見ていきましょう。さっきはねちょっとカジュアル味の強いモノトーンコーデでしたけれども、まあ、今回は何を使って、いやんじゃないのよ見飽きたわまあさあ、次はね、上に羽織るのは黒のタートルネックですね。ちょっときれいめなモノトーンコーデになりそうです。モノトーンというかもうオールブラックコーデよね、イエローカーディガンなかったら。さあ、そしたら、ここに黄色のカーディガンを羽織っていきます。はい、そしたらねまたまた黒の革靴を履いたら、こちらのコーデは完成してしまいました。うん、言いたいことわかるよ。さっきとねコーデの色味は全く変わらないの。でもこっちのがね綺麗めなんですよ、ちょっと大人なんですよね。モノトーンコーデの連続で次が何コーデ目かわからなくなりましたが、またモノトーンコーデが来るということだけはわかりました。まあ、唯一の救いはね今回はパンツがテカテカしてるっていうことですね。レザーのパンツを使っています。トップスには何を着るんでしょうか。やんじゃないのよ、もう何回やってると思ってんの。白のロンティーをね、バチコリと着ていきます。はい、そしたらもうねこの上にイエローのカーディガンを羽織っていきましたね。
シンプルながらにやっぱりイエローが映えますね。さあ足元に履くのはこちらはヒールブーツですね。サンローランのこれ見よがしに見つけていきます。シンプルなコーデで参考にしやすいよねって言おうとしたのに、まあ足元にはねこれヒールブーツじゃなくても普通の革靴でも全然大丈夫です。黒い服ね続いたけど結構みんな黒い服持ってると思う。うん、それにねめちゃめちゃ黄色のカーディガン合うからおすすめです。さあ駆け足でしたが今回のルックブック最後のコーデにやってまいりました。トラックパンツをバチコリ履いていきます。ケンが持ってんの大体トラックパンツなんでね、ケンのルックブックってなったら悟ってください。上に着るのは解禁シャツですね。こちらは晴れのアイテムです。ゆったりとしたコーディネートが出来上がりそうです。さてこの上からイエローカーディガンを羽織っていきます。危なかった。解禁シャツにカーディガンをね合わせるようになったらもうおしゃれ上級者と言っても過言ではないと思います。イケイケなね美容師さんとかはねもう絶対にこのコーデやってるはずなんで。さあ足元に履くのはこれまた、あこれは違うな、旅ブーツだ。旅のね形をしたブーツです。黒くてほぼほぼ分かりませんでしたが、コーデは完成しました。美容師さんとかでね結構こういうコーデ多くないですか。俺の偏見なんですけど解禁シャツにねカーディガンは絶対に周りと差がつけられるんでおすすめです。はい、ということで今回はイエローカーディガンを使ったルックブックいかがだったでしょう。今回はねちょっといつもよりかは駆け足というか尺が短かったんですけど、まあ、長すぎてもちょっとみんな見れないのかなっていうのを最近考えてまして、まあ、こんぐらいの尺がいいのかそれともいつも通り長い尺がいいのかはねちょっと皆さんどう思うのかちょっとコメントとかで教えてほしいんですけれども、まあね4月になってまた新規一点ルックブックの方はどんどんね更新していきたいと思うので皆さん見てくれよな。高評価とチャンネル登録もお願いします。気になったアイテムなんかはね概要欄の方を見るとリンクがあるかもしれません。それでは皆さんまた来週バイバイ。